お聞きください。ゴーヤの島町だから。さあ皆さん、島町のだからといえば歌の間に愛の手キャーサスは言うとこありますから、皆さんご一緒によろしくお願いします。聞くでー、キャーサスだよね。聞くでー、手拍子。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。はい、皆さん、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものはきっとどこにあるはずさ。それが島津だから。はい、ありがとうございます。さあどんどん行きますよ。こんなもんで終わりませんから、ご一緒に歌ってください。はい、はい、1番。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れていくサンゴも減っていく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わっていくこの海を。はい、テレビでは映せない、ラジオでも流せない。大切なものをきっとそこにあるはずさ。それが島津だから。はい、いっぱい魂。さあ、あの皆さん機会があったらぜひ沖縄へお越しください。さあ、それではしつこいぐらいが島中だから、このまま3番も行きます。3番なんか多分皆さん聞いたことないだろうから、初めて聞く歌詞歌います。行きますよ。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。つばらなもの寂しいも言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの夜もどこからか聞こえてくるこの歌を。はい、夏の日がこの島を離れてくるその日まで大切なものをもっと知っていた。それが島津だから。はい、ありがとうございました。はい、すいません、皆さんお食事中にいやさっさいやさっさ言っていただきまして、食べてはりますか。僕はおすすめはゴーヤそうめんシャンプー。どうもありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。あ、なんか今気づきましたけども、 こちらにいらっしゃるお客さん、よく球場にお越しに、この店よく来られるんですか。いや、初めてですか。あ、もしかして僕がその辺歩いてるの見られた。見てない。え、ババロズ応援しに来られてる方いらっしゃいますか、ここに。お、ほんまや、いてはる。今年はね、もう T 岡田選手、T 岡田選手って知ってます。あの、一応言うときますけど、地味ですけどパリーグホームランキングですよ。あんまり知られてませんけどね。金本が何したかにしたで、そっちの方が話題になるんですけど、 T 岡田選手はもうパリーグホームランキング、ね、
まだ調べられる、あれですね、僕前来て偉そうに歌ってる場合ちゃいますね。しっかりここで三振構えておられますね。これは太鼓叩くんですか。せっかくやからちょっと一緒に演奏してもらいましょうかね。それでは皆さん、ゴーヤが歌詞を言うことは分かっていただいたかと思いますけども、これがカラオケしかお前できへんのちゃうかと思われた難儀ですから、生演奏に合わせて歌いたいと思いますが、よろしいですか。